前回のビデオでは他のノンリニア編集システムからのタイムラインのコンフォーム方法についてご紹介しました。このビデオではメディアライブラリーでのクリップメディアの整理の仕方についてご説明したいと思います。実際編集を始める前に準備作業としてメディアクリップを整理しておくことでその後の編集作業がやりやすくなります。 メディアライブラリーでのオペレーションはメディアハブにいてもタイムラインビューにいてもメディアライブラリーは共通でありますので同様に行うことができますメディアライブラリーの一番上がルートのレベルになりますルートレベルで右クリックするとポップアップメニューが出てきますのでニューフォルダーでフォルダーを作成します ここでフォルダの下の空いているスペースをクリックしないように気をつけてくださいアンタイトルタイトルになっているのでフォルダ名を入力しますソースクリップを選択するとグリーンで表示されます一つのクリップを選択してシフトを押しながら他のクリップを選択すると複数クリップを選択することができますまた コマンドを押しながらクリップを選択していくことで追加で複数のクリップを選択することができますでは選択したクリップをドラッグドロップで先ほど作成したフォルダに移動しますクリップやフォルダはいつでもリネームすることができますフォルダやクリップを選択して右クリックでコンテクスチャルメニューが出てきますがここには頻繁に使用するオペレーションメニューがあります コピーやカット、ペースト、デュプリケート、デリートなど。ここでデリートを選択してメディアライブラリからクリップを削除したとしても、実際にソースのフィッテージが削除されたわけではありません。ファイルブラウザや macOS のファインダーで確認すれば、ちゃんと残っています。次にメディアライブラリの下にあるサーチ機能についてご説明したいと思います。単純にキーワードになる文字をタイプするだけです。 それれと、サーチしたクリリップがリストで表示されます。もうちょっと高度なサーチ機能については次のトライアルバージョンで搭載する予定ですこれはメディアハブのサーチ機能についても同様です今度はメディアライブラリーとソースビューアーの関係についてご説明します メディアライブラリでクリップを選択すると自動的にソースビューアーにそのクリップがロードされますメディアライブラリのグリーンの三角のアイコンが今現在ソースビューアーにロードされているソースであることを表していますソースビューアーに表示するのにダブルクリックする必要はありません単純に選択するだけで表示を切り替えてくれます もちろんソースクリップはスクラブしたり再生したりすることができますがここで一つ紹介したいのはサブクリップの作成方法ですスモークにインポートしたクリップが非常に長尺であるという場合があると思いますそうした時にはソースビューアーでイン点アウト点を設定しておきます メニューバーからクリップのクリエイトサブクリップでサブクリップを作成します。これでメディアライブラリーの中にサブクリップができます。このように編集の準備作業としてメディアを整理しておきましょう。次のビデオではソースビューアーの詳細についてご説明します。